はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。キラーファンタジー始めていきましょう。はい、というわけで、撮っていきたいと思います。おはようございます。今日も頑張りましょう。お、来た。10回無料召喚。やっちゃいましょう。開きますよ。ニューゲームが続きます。さあ、星4以上しようかな。 A チャンネル、ナギ。残念になってきた。朝は鍵の手入れをして、あとは、はい、何をやるかですね。次のキャンプはどこに行こうかな。まず幕観劇がある。相談しよう。でも幕観劇多分212本あっていいところだと思うんで、これをやるには辛い。クラフトクエストがニューになってますね。コミックガールズか。まずこれをやっていくかな。黒。よーし、行くよ。大丈夫だよね、きっと。これで勝てる？勝てちゃう？お願い、間に合って。まだまだ。ほら、手伝ってやるよ。何があるかわからないからな。いろんな薬を混ぜてみたよ。負けられないんだ。彼を知り、己をこれ以上の狼藉で感化できない。たい。いろんな薬を混ぜてみたよ。こっち来るな。うむ、本気を出そうか。きっと大丈夫。
後悔すんなよ。無茶すんな。されてないのか。解決の糸口はもう見つけられた。ほらほら、頑張れ。うまくいくといいんだけど。きっと大丈夫。ご姫を考えるのだな。闇鍋を経験してみるか。倒すなどといったところか。臨床してみる。話しない。なかなかしぶとい。させないのか。結構強いてか防御力は硬い敵ではありますね。さあかかってこ、必殺。なんだっけ。わっ、囲まれてる。彼女こういけ。そうして意欲が湧いてきたぞ。さてやるか。ここをこうして。よし、回収ができた。私の仕事に妥協の二文字はない。これで仕上げだ。妥協の二文字はない。こいつはおまけだ。これ一体やっぱりこの真ん中のが結構強いな。よし、習う。彼を知り、己の画材の武器になる。よっと。私たちで頑張ろう。せーの、行きまーす。あー、これ以上レベルアップしないのか。少々痛いぞ。私にかかればこんなもんよ。カーゴだな。少しずつクリアしていきました。コミックガールズオーブを獲得ってことか。私の家具に。私が頑張らなくちゃ。一個受ける。スロースタートを受けましょう。カーゴだな。受注か。このカード、このカードを消費してしまいます。メインクエスト行ってみますか。序盤です。エトアリア情報処理学園部。
テラの魔法あたりかな。いや、それさっき出てきたから。今度こそニューゲームか。ぶつかりそう。有識？幻の世界かな。でかい。本当？優しい。早くおバトルです。
黒もやってきた。お、ダメージを食らった。いきなりアクシデント発生ですね。3節準備できてるよ。早く行こうよ。気を引き締めていきますよ。正面突破でいきましょう。後ろがから空きだぜ。容赦はしませんよ。あんまり出番がない。ほら、しっかりして。今は我慢の時だね。こうしてやるやい。皆さん、よろしく。ここは攻めましょう。魔物ね、この敵は私が沈めてみせる。ノリトの暗記より楽勝ね。まだあります。引き続き黒さん張り切ってレッツゴー。やってやろうじゃないのさ。気合を入れて、いざ。これを使えばいいのよ。私だってやる気ですよ。頑張れみんな。今は我慢の時だね。何するんですか。避けるな。魔物ね、この敵は私が沈めてみせる。みんなと一緒ならできるよ。今は我慢の時だね。まだ。皆さん、よろしくお願いします。私に任せて。結構強い。絶対に負けてなんかやらないんだから。油断は禁物。ちょっと肝が冷えたわ。本当だ。今日冷えましたね。怒ってます。ハッカー。あ、これ分かった。ハッカーの仕業だ。検出。
好きにしていい。五節。心を動かす。お金を溶かしそう。六節。ここでですね、チェンジしましょう、クラスを。黒根、藤川かよ。おー、すごい美しい。ゆるキャンに出てきそうな世界。お、どうした？何か起こった？やるぞ。やれるのか。守りもしっかりしなきゃ。これ以上やられないためにさせるか。ここ消さないとね。みんなの力になれますように。やりたい放題できなくなる。カメさんになれか。
シャッハー、燃やし放題だぜ。みんなと一緒ならできるよ。お願い、間に合って。えい、覚悟を強いな。思いっきり行くぞ。行くよ。せーの。おお。腹筋。あ、これもうないですね。ありがとう。下も相当いってますね。ここまでにしましょう。気持ちのいい朝だな。そうですね、湯の武器はパワーアップしてる。さあ、アズニャンの武器もパワーアップさせないといけないが、あといろんなものがね必要ですからね。レベルアップの回数もでかいな。コン先生のスキルをまだまだ時間がかかりそうです。はい、ということで今回はメインクエスト。次の第1部第7章エトワリア学園情報処理部を中心にやってみました。この章ももうちょっとかもしれないですね。どんどん先へ進みたいと思います。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。これまで遊んだ記録ですね、説明欄のプレイリストに載せております。よろしければアクセスしてみてください。またブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載します。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。